こえます。いにしえからの導きが。皆さん、私の夢枕にゆらーっと立ったのは誰だと思います？なんとあの卑弥呼様なんです。なんと、いにしえの大巫女卑弥呼様がですか？して卑弥呼様はなんと、千歳の時を経てもなお争いの絶えぬ今を強く憂い、私にこの乱世を平和に導くようにと。我は古の観覧卑弥呼、和田摘の巫女鶴姫、我の声が聞こえますか？はい、こちら鶴姫、バッチリに聞こえますよ。この国に散らばる乱世の種を摘み取るのです。さあ進みなさい、日輪の光が指し示す方へ。ご親切に道案内までありがとうございます。私の船の皆さん、いざバビューンと、あっちです。鶴姫、聞こえますか？はい、こちら鶴姫、どうぞ。この地に芽吹いた乱世の種、摘み取り完了です。あなたになら見通せるでしょう。この土地の民は未来永劫を訪れる太平なる姿を。はい、見えました。未来の先までつすーいと平和です。次はどちらに参ればよろしいですか？日輪よ、次なる乱世の種を指し示したまえ。ギランと眩しい光の先のあっちに、永遠の安寧を求めて行きますよ皆さん。鶴姫、先ほどは見事な戦ぶりと言えましょう。まるで若き日の我を見るようでした。え、卑弥呼様も自ら戦われていたんですか？私、戦は嫌いですが、もう少し頑張れそうです。我を継ぐ者として、あなたほどふさわしい者はおりません。鶴姫よ、いずれ時代の卑弥呼を名乗るがよいでしょう。本当ですか？皆さん、私なんと二代目卑弥呼に任命されてしまいました。なんとそれはめでたい。しかし姫御前、我らの社も変わらず詣でていかねばと。はい、掛け持ち巫女大忙しですね。さあ休んでいる暇はありません。次なる乱世の種を摘むとしましょう。はい、では私の船の皆さん、二代目卑弥呼にいざ、つづーいと、ついてまいれ。鶴姫よ、聞こえますか？鶴姫よ、返事をしなさい。はい、こちら鶴姫、どうぞ。あなたがそれでは兵の士気が保てませんよ。でも平和のためとはいえ、戦に戦を重ねて、導きの光の先に求めるものはあるのでしょうか？日輪を見つめ続けること、それには痛みを伴うのです。でも卑弥呼様、私ちょっと分からなくなってきました。
日輪よ、次なる乱世の種に和田摘みの巫女を導きたまえ。皆さん、あの光が指し示す場所はどちらですか？出雲の国、天子郡です。現在は領主春久殿が行方知れずとの噂もあります。それは気の毒に。しかし天下太平のためにはやはり攻めなければならないのでしょうか。姫御ぜ、お心痛むやも知れませぬが。はい、どんな戦も天下太平のためならやむを得ない。そうですよね、姫子様。その通り。駒は駒らしく黙って従えばよい。いや、ともかく我を信じよ。信じる、それなら私の得意技です。もう大丈夫、これならドドンといけそうです。いざ、ゆう。あなたのような装飾風でも積むべき乱世の種なのですね。来たな。僕は天子重勇士見習い山中鹿之助。この砂が、あれなんだっけ。ちょうどよかった鶴姫さん、僕占ってもらいたいことがあって。主人の春様が行方不明で、その居場所を。うわっ、いらないで。僕は無実です。今はただの小さな種でも、いつかは戦の花を咲かせるのでしょう。そんな大層なことは。昨日神社で特訓中についうっかり鳥居を傷つけてしまったくらいで。で武器を振り回すなんて、すでに種が芽吹き始めたようですね。成敗です。下手人は僕がきっと捕らえてみせる。おやつさんの大式角にかけて。天子の重勇士、キャツらを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。なんと思い通りにいかぬ。まるで下手人を見るような目で僕を見ないでくださいよ。カンナギ殿か。最近良くない噂を聞くけど大丈夫か。一旦落ち着いて情報の整理をしませんか。ね、ね。アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。カダテラにおやっさんも頑張ってんだ。気が入れるぜ。ザコどもは拙者にお任せあれ。すごい、圧倒的じゃないか。
子ってあの昔話の夢でも見たんすか？ごめんなさい、シカ君。でも卑弥呼様がこの地を光で示したのです。安寧のためあなたを討つべきだと。ね、光、安寧、その証言何かが引っかかりますね。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。私たち揚げ潮でいい感じです。丘の上を走る船があればいいのに。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。こちら鶴姫、ビビッと懲らしめました。卑弥呼様どうぞ。アル様の失踪、そして鶴姫さんに届く卑弥呼と名乗る謎の声。謎の声ではありません。私は天を照らす日輪の光に導かれてここへ来たんです。重勇士も残りわずかです。もう一押しですと。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。くしょー、あの陣は何とかして取り返さねえと。同じ陣営でよかったと心から思いまする。君は小砂を感じたことがあるか。残り一つだ、気を締めていくぞ。悪い予感は千歳の先まで吹き飛ばします。ご神託があれば俺たちは敵なしだ。悪い日が見えますよ。妖怪になっちゃいますよ。ご降臨、そなたは兵をつぎ込むに足る武人よ。皆様みんなにご加護がありますように。ゾッとする強さだけど、そんだけ頼もしいってことか。行くな、傷は浅かろうぞ。雨を照らす日輪、もしや僕の推理が正しければ。ん、何を考え込んでいるんですか。手柄どころの話じゃねえ。俺は降りるぜ。全ての謎はキリンジの角に集まり、一つの真実に変わる。鶴姫さん、僕の推理を聞いてもらえませんか。しっかりしろ、傷は浅くもないけどさ。うん、おやさん、おつの拝着。山中鹿之助、捜査開始。結論から言いましょう。鶴姫さん、あなたは騙されている。これは卑弥呼巫女詐欺です。卑弥呼巫女、何ですかそれは。僕の推理によると、あれがこうつながって、そんでもって、わかった、全ての黒幕は毛利です。毛利さんが卑弥呼様の代わりに光で照らしたとい
ということですか？違いますって。仕掛けは分かりませんが、きっと卑弥呼の声とやらも毛利の策で間違いありません。毛利さんが卑弥呼様の伝言を私に？はい、日輪、安寧、駒、我、いくつかの手がかりが下手人をそう示しています。四角君、もしかして卑弥呼様は偽物だと言っているんですか？私の巫女の目と卑弥呼様の言葉、食い違った時はうーんと迷います。はい、鶴姫さんの証言から導き出した僕なりの推理です。卑弥呼様、私分からなくなってきました。時々胸の奥が痛くなるんです。何でしょうねこの気持ち。こうなったら直接毛利を問い詰めるしか。ある